お杉の話が始まるよ。お杉の一ワールチャンネル。お杉の一ワールチャンネルです。今回はこれです。アナザーラウンド。冴えない高校教師マーティンとその同僚3人は、ノルウェー人哲学者の血中アルコール濃度を一定に保つと仕事の効率が良くなり想像力がみなぎるという理論を証明するため実験をすることに。朝から酒を飲み続け常に酔った状態を保つと授業も楽しくなり生き生きとする。だが、すべての行動には結果が伴うのだった。これアカデミー賞を取ってんのよ。へえ、すごい。そうなのよ。いわゆるアル中の人間たちが集まっ、アル中の人間たちが集まるんじゃなくてお酒が好きな人間たちが集まって、はい、アル中になる話なの。それでね、いや、私はそれがいけないとは思ってないのよ。ね、その発想が面白いのは、じゃあそのみんなでね、飲もうじゃないか。とにかくその仲間がたくさんいて、なんだかんだって50人くらいいてね、その人たちがお酒をね、じゃあ飲もうじゃないか。きっかけは2人の人間なのよ。2人の人間が飲んでばっかりって、とにかく朝から飲んでるのよ。酔っ払うのはとっても気持ちがいいって言ってんで、だったらみんなでね、底が抜けるほど飲もうじゃないかっていうのがそもそもの話なのよ。だいたいそんな映画っていうのはさ、バカじゃないとか思うじゃない、私なんか。だけどアルコールの好きな人間にとってみればたまらなく面白いわけよ、そのね。だけど結局全員がアル中になるのよ。そのアル中になるっていうのがまた面白いじゃない。でアル中になってどうなんのかっていう話じゃない、うん、ね。だけどほとんどの人間が死ぬのよ。それで、ほとんどの人間って言ったって20人くらいなんだけど死ぬのよ、どんだけいいことか、アルコールを飲んで好きなだけ飲んで、歌ったり踊ったり、で、酔っ払ったりで、わわわわわわわやってそれで死ぬんだから、こんないいことないっていうのが私の意見なのよ、はい、だからこの映画が好きなのよ。これが普通のただの酔っ払いの集団だけだったらば、私はとってもつまんないと思うんだけど、死ぬとこまでやっちゃうっていうのはやっぱしね、すごい。2人の男が先頭に立ってやるんだけど、いやー、酒が好きっていうのはたまらないわねっていう話を。もともとそのノルウェー人哲学者の血中アルコール濃度を一定の度合いに保つと仕事の効率が良くなり想像力がみなぎるっていう、そういう理論があるんですね。あるのよ。それにのっとるわけですね。のっとるわけだけど、理論にのっとって仕事ができるようになったらどうとかこうとかって話ではないのよ、結局は飲んじゃうっていう話だから、理論は理論でいいのよ、そのことを明かそうと思ってやってるんだから、はい、だけど結局はベレベレに酔っ払ってで死んじゃうって話だ。そこも私はとっても好きなのよ。簡単なのは、人間って愚かなものよって言っちゃえばそれまでの話なんだけど、でもそうじゃなくて、それをなんていうの、非常に楽しく映画にしたっていうことが、私はとってもよくできてるなと思うの。バカな奴らだと思う人もいるだろうと思うのよ、だけどそのバカさ加減が度外れてるから、だから見ていてとっても楽しいのよ。それでもうみんな嬉しそうなのよ、飲む時ね、はい、とにかくこんな映画を撮るなんていう人がいるってこと自体がおかしいでしょ。どういうふうに面白いかっていうと、明るいのよ、暗さがないのよ、アル中ですよ、それでみんな死んじゃいますよって言ったって暗さは全然なくて、とにかくもうね、瓶ごと飲むのよ、こうやって。グラスではなく、もう瓶ごと飲むのよ、こうやって。
いやーいいだろうなって、みんな何人もの人がみんな見てダダダダダダって飲むのよ。いや言っちゃえばさ、はい、いやまずいよな、やっぱしそれだけじゃって思うけど、うんうんうん、だけどこんな風に飲んでくれちゃうと、はい、とてもいいなと思うわよ。見てくれれば分かるけど、こんな飲み方しちゃうのよ、こんな飲み方見てるだけでこっちもこう飲んでるような気分にね。そうなのよ、嬉しくなっちゃうのよ。私久しぶりに映画を見て、はい、ああ楽しいなって、いや死んじゃうのよ、だからいやまずいんだけど、うん、ああ楽しいなと思ったことない、うん、見てこれ。あ、なんかの飲んだ挙句にちょっと、いろいろこと抜いちゃうのよそれ最終的には裸なんだ結構でもそのくらい、うん、だらしがない飲み方すんだよ。いやだけどさ、可愛いって言ったら、あのお酒をねここまで飲んでこのおみたいになれるっていうんだったら、それに越したことないじゃない。現実にね、はい、そこに いたらそんなこと言ってられないと思うんだけど、うん、映画で見るときは本当に楽しいわよ。だから映画っていうのは心から楽しいなと思うわよ。現実だったらとってもたまらないけど、うん、でもこうやって見せてもらった時に、うん、やっぱしもう監督にも何もありがとうございますよろしく飲ませていただきましたっていう感じになることがいいなと、うん、それにこれ秋公開なのよ、9月に。あ、そうですか。だからちょうどいいじゃない、秋、うん、秋のお酒、うん、いいと思うのよね、うん、だおすすめします。チャンネル登録よろしくね、お願いします。